J-WAVE ワウミュージックをお聴きの皆さん、こんばんは。ジョーバスのボーカルアブです。今週も始まりました、クリエイター同士による音楽座談会ワウミュージック。今日は歌城ニーナさんをゲストにお迎えします。私が5年前ぐらいかなぐらいかずっと大好きで、本当に素晴らしい方で、ここにぜひ呼びたいという方の中の一人です。ぜひとも楽しんでいただけるんじゃないかなと思っています。J-WAVE ワウミュージック、本日は歌城ニーナさんをお迎えしました。ありがとうございます。お邪魔します。よろしくお願いします。私たちはもうすっかり仲良しなんですけれども。そうなんです、はい、今日お呼びしたかった理由といたしましては、 4,5 年前にニーナさんの作品に触れて、その時から同じ星の戦いをしてる人がいると思って、これは、ラッパーだったりとか、そういった表現をされてる方で初めてだったんですよね、はいはいはい、でこの人のことをすごく好きって思うと同時に、この人に恥じないものを作っていかなきゃっていう風に瞬時に思って、それからもう誰に会うでも好きなアーティストいますかって、今日今やばいと思ってる人っていうところではもうっていうことで、本当にもう大好きな、アーティストニーナさん、そしてそのニーナさんが、コラボレーションフューチャリングとして私はお迎えさせていただいたんですけども、フューチャリングとしてニーナさんが、初めて出てくるというか、はい、アーティスト担当するアーティストもジョーバチであった、はい、ということもすごく縁だと思っていて、はい、そんなニーナさんとのこの素敵な、作品に結実した思いだったりとか経緯を今日は話していこうと思っています、はい、お願いします。ニーナさんが初めて音楽に触れた記憶、はい、何歳くらいの記憶が一番古くてビビッドだったのかなっていうのを。もう2歳からバレエやってるので。2歳から、もう多分一番最初はクラシックじゃないですかね、うんうん、でお母さんもピアニスト志望だったので、お家でずっとピアノ弾いてて、うんうん、なのでもうゴリゴリのクラシックですね。ゴリゴリのゴリゴリの今小学校とかに上がってなんか給食とかで流れるじゃないですか、うんうんうん、そういうので、あ違うのあるんだみたいな歌ってるみたいな、あみんなそっちなんだみたいな、あそういうのあるんだみたいな素敵。じゃ自分から音楽に興味を持ったりとか、好きだなっていう、まあなんだろう、2歳ぐらいの頃から、うんうん、クラシックでももちろん好きなものもあったと思う、うんですが、自分がこう衝撃を受けたもの、うんうん、自分から選んだものって、多分一番最初に買った CD とかは、うん、ビヨンセの B デーとかでしたね。っていうのもなんか一瞬だけヒップホップダンスをやってた時があって、あでその時にそのダンスの先生がビヨンセは怪物だからみたいな言っててそのデジャブとかが出たぐらい、あデジャブ最強で、なんかちょっとソロ活動始まったぐらいの感じ で、うんうんうん、でその時にビヨンセがもうとにかく人間じゃないみたいなこと言ってて、で、まあ、練習も含めて B デイの曲すごい踊らされてたから、それ買ったのがまだ小学校後半とかかなだったから、それぐらいですかね。でもまあすぐその後メタルとか好きになっていろいろ広がってはいったんですけど、リリックもかっこよかったし、あとその、うん、なんだろう、全員を見下してる感じっていうのとかがもうすごいかっこいいってなって、あとそのやっぱ彼女は女性らしいですからね、なんかその人間として好きなアーティストは他にもたくさんいるけど、うんうん、女の人としてその女性性を全面的に出してっていうのが多分年頃的にもちょっと女になりたいみたいな感じだったから、すごいなんかヒール履きたいみたいな年頃だったからすごいかっこいいってなりましたね、その時は。アーティストを始めた時、曲を作り始めた時のその時にどんなものが浮かんだのかなっていうのを聞いてみたい。その時でもすごく聞いてたのがマックス・リヒターっていうクラシックのコンポーザーの方で、結構私の中でそのずっとクラシックってもうそのブラームスとかショパンとかそういうなんかもう古典的なもの以外は認めないみたいな感じだったんですけどなんかマックス・リヒターはそういう今まで生きてらっしゃる方で、その近代作家で結構初めてなんか受け入れられるって思って、でそのアーティストやるってなった時も、まあ、従来のヒップホップとかではないので私は、なんかちょっとその本来のそのラップっていうフォーマットは守りつつも、違うものをブレンドしていくっていうのの勇気づけをしてくれた人というか、新旧ミックスっていうんですか、っていうのがありかもしれないっていう風にちょっと思わせてくれたので、その時期ちょっとケツ叩きとか勇気づけてくれた、なんかできるよみたいなのになってくれたのがマックス・リヒター。
のメモリーハウスってアルバムです、ね、うん、あ、なるほど。彼の音楽をまだ聞いたことがない私としても、はい、やっぱりこう音個知人というか、はいはいはい、しっかりと古きを知って新しきをやってる感じというか、うん、そのミックス、うん、ミクスチャーっていうのをすごく感じるので、うん、やっぱそこから力借りれるのもすごい才能だなと思いました、うん、クラシカルなもの私は大好きなので。素晴らしい。このシャープな目線でやっぱり大きな話をしてるんだけど、なんかただ大きいだけじゃなくて、うん、ちゃんと見据えてるところが人への敬意、クリエイティブへの敬意っていうのがすごくやはり好きだなとすいません好きだなと思いました。続いては楽曲制作をテーマに話していきたいと思います。歌しらニーノさんは、2018年に13名義でラッパーデビューしてますけれども、その当時どんなことを題材というか、はい、今と何も変わらないんですけど、そうですよね、普遍的な日常生活しか題材にしないと、うん、ほぼ決めてます。もちろんなんかタイアップとかそういうことになると話違ったりするのかもしれないですけど、今のところは全然結構自由にやらせていただいてるので、うん、日々友達と喋ってたりとか、うん、現場とかで思ったことを題材にしているっていうのはもうずっと変わらずですね。角度が変わってるとしたら多分人生が変わったから、特定の人に対して思いのある曲もあったりもするんですけど、うんうん、やっぱその特定の人も自分の人生の中の大事な人って変わってったりするじゃないですか、うんうん、この時よく触れ合ってた人この時、うんうん、だからその題材の誰に対して書いてるかっていうのは変わったりはしますけど、うんうん、常になんか現実的に近くにいる人とか、まあ、恋愛しかり友達しかり、うんうん、職場、うんうんうん、なんかそういうところでの思いっていうのはずっと変わらずですね。2021年に歌城ニーナとして、はい、まあ、デビューをもう一回なされたんですけれども、はい、やっぱサーティーンちゃんとの私は違いっていうと、うん、ただ進化というか、そうですね、うん、なんか単純にサーティーンが適当すぎたんです名前がなんか本気でそんなにやる気なくて、その時はサーティーンちゃんっていう、サーティーンちゃんは裏プロジェクトで一番最初なんて匿名でやるつもりで、うん、映像もなんか顔出さないみたいなことを考えてたから、でやっぱ私裏方業今でもやってますけど、当時はそれがやっぱ、うん、生きる道だったので、うん、表の人ってイメージがすると裏として真剣に撮ってもらえなくなったりするっていうのもあって、うん、本名じゃなくやって裏プロジェクトして遊びって始めてたのが、うんうん、まあ、私はニーナはソニーから話来て、なんか結構かける人生ちゃんとかけてくってなった時に、うん、やっぱちょっと本名でギャンブルするかっていうのがじゃないと、なんかちょっと失礼かな、音楽に対してもなんかチームに対しても、なんか本名出しってあと引けないですからねそうですよね、だってもうあの住所とかさ、あのさあとか言ってさあ、いいな、さあそのご飯してる感じですよ、私たちご飯も行くので、だってヤマトの人とかにバレちゃうんですよ、はい、そうです、だからデリバリーしてる人とかが、あ、ウタシロニーナとか、その規模じゃないですけど全然なんかアブちゃんとかの規模だったら、いやいやいや、バラゾのアブとかやって、ね、バレちゃうんですよ住所だ、結構な気まずいですよね、結構なんか賭け、本名出しは、ね、だけどまああのそれ、うん、それぐらいちょっとやっぱ大きく賭けて、もうめっちゃ負けるかめっちゃ勝つかどっちかじゃないとちょっと嫌かな。大勝ち、歌城ニーナっていう名前の時点で大勝ち、もう素晴らしいと、美しい名前だと思います。毎回あのいろんなお話をさせていただく上で、一曲一曲にストックなし、一曲全入魂で、はい、全ての入魂でっていうことを聞いた時に、遊びはもちろんあると思うんです、そして含みもあると思うんです、ただ妥協は本当にないなっていう、そうですね、そういった作品に対してしか私は心を泳がせることができなくて、うん、そう、アブちゃんテストを合格したのはちょっと結構嬉しいです。いや嬉しいいや厳しい、私も厳しくてとか、ね、結構厳しいですよねだからなんか結構そこ合格したのはちょっと希望が持てます、将来に。本当に腹くくってんだなっていうのが、うん、本当に最初から伝わってきたので、何一つにしてもどのカット一つにとっても、うん、本当に素晴らしいなと思います。それではここで、はい、歌城ニーナさんが作ってきた今までの楽曲の中で、リスナーの皆さんに暗いなって届けたい一曲を紹介していただけますか。はい、オペレートヒステリアっていう EP 内のエチュードでお願いします。エチュードは多分一番レベル高いかな、ラップとしてのスキルはっていうのは。でもあれってすごい難しかったんですよ、本当にメトロノームでやって、メトロノームでやって、あの 4×4×4× 抜け出したくて、あの何も考えないでメトロノーム BPM135 ぐらいで、音はなかった、でもつあの後付けです、音かっこいい、でBPM135 でとりあえず言いたいことだけ吐き捨てて、もうなんかあの考えないで数えないで、校内発射そのまままで、なだから全部4じゃないんですよ、あれ17小節とかで終わってるバースとかもあって、 4×4 からどうしても抜け出したくて、でも全部ビートそうやってくるじゃないですか、サビ8小節とか、だからもうメトロノームにラップして、それ持ってって音つけてくださいって言って、